うございます。香川オリーブガイナーズ田村正樹投手、今年で4年目とチームではベテランです。何が、どれだ、2人しか、4年目2人コンビみたいな。4年目で本当もうほぼ僕が一番上になるんで、まあ、みんな引っ張っていけるようにと思ってるんですけど、まあ、怪我せず焦らずゆっくりやっていきたいなと思ってます。練習者ってなんですかね。大学卒業後入団したガイナーズでは1年目からリーグ最多登板記録を更新、3年間で全試合の 68% に当たる155試合に登板、鉄腕と呼ばれチームの中心選手として欠かせない存在に成長しました。しかしその代償は体に現れました。肩や肘の疲労が取れず万全の状態で投げることができなくなり、今年は練習生となりました。アイランドリーグの練習生は試合に出ることができず給料もありません。やっぱり今の、まあ、自分のこの状態だったらやっぱり、まあ、チームに貢献もできないと思いますし、やっぱそういうのもやっぱり兼ねて、まあ、やっぱり今妥当な判断かなと思います。又吉であったり、まあ、寺田であったり篠原であったり、去年も松本であったりね、やっぱり同期そして後輩たちがプロ入っていく姿を見て、やはり彼は実績あるので、その辺のやはり格闘じゃないですか。入団4年目は練習生という苦難のスタートとなった田村投手、しかし気持ちは前へと向いていました。本当に前向きに捉えて、もうやっぱ自分の時間が増えるんで、それでも焦らずゆっくり自分のそのコンディショニングを上げて、またそのチームに貢献できるようになっていけばいいかなと思ってます。ガイナーズ4年目ということですけど、どうですか、早いですか、長かったですか。そうですね、まあ4年間本当あっという間でした。香川県小豆島町出身、香川オリーブガイナーズの田村正樹投手25歳。小学2年生の時に野球を始め、都の小高校ではエースとして活躍しました。大学卒業後はガイナーズに入団、地元期待の星として中継ぎに抑えにと大車輪の活躍を見せましたが、その代償で肩と肘の疲労が抜けず、4年目のシーズンは練習生として迎えることになりました。この日が今年の投げ始め、昨シーズン以降肩や肘を休めていて、ボールを握ったのはおよそ2ヶ月ぶりです。かけ投げ止めたいと。絶対せよ。短い距離で40球。しかしなかなか感触は戻りませんでした。どうでした、久しぶりにやって。いや全然、はい、ボールの感触もなんですけど、投げ方もバラバラで、はい、気が遠くなるようなスタートでした。今年のスタート100点満点中何点でしょうか。40点で残りの60点は気温ですかね。まだまだ本調子には程遠い田村投手、焦らず体を整え、まずはシーズン序盤での選手登録を目指します。まあ、プロに行った人もいますし、まあ、普通に野球をやめて普通に働いてる人もいるんですけど、まあ、そんな中まだ、まあ、自分はここで野球をやらせてもらえてるんで、まあ、本当に感謝して最後1年しっかり楽しんでやりたいなと思います。
田村投手がガイナーズに入団してからよく訪れている場所、坂出市の白峰寺に向かう階段です。なんと合計915段。リフレッシュとトレーニングを兼ねて多い時には週に3日来ています。お気に入りの場所で今の思いを語り始めました。まあ、野球をやめようともまあ考えたんですけど、やっぱり今までずっと小さい頃から野球をやらせてもらってきて、で野球でここまで来たんで、もう最後本当にもう失うもの何もないんで、本当にもう野球で最後1年締めくくりたかったんで、もう1年野球をと決めた裏には今まで一緒に戦った仲間の姿がありました。そのグローブってジャイアンツ、それは新平から今年もらいました。去年ガイナーズからプロ野球の巨人に育成選手として入団した篠原新平投手、田村投手と同い年でガイナーズで2年間一緒にプレーしました。ただマウンドでは いるって言われたんで、じゃあもらうわって言ったんですけど、まあそうやって刺激になりますね。そうやってなんか新平とか身近にいたやつがプロ行って、でもこうやって新平のやつもらったりしたら、まあ俺もなりたいなっていう。プロを目指す最後の戦い、疲労に負けない強い体を作るため自宅では筋力トレーニングに力を入れています。肘周りの前腕っていって、こういう腕の筋肉をつけて、まあそのシーズン終盤でも、まあ筋力でどうにか疲労を補えるように、まあ筋力アップのために、そうですね、これも毎日してます。よく見ると、部屋は野球のためのもので溢れていました。あと結構自分で大事にしてるものがあるということなんですけど、はい、こちらですよね、はい、ピッチング記録日誌、はい、これは中学校の時から書いてる、まあ、日誌というか、まあ、日記みたいな。朝起きたらすぐにおはようと挨拶をするこれ高校1年か2年の時に多分信頼されるエースになるにはって もっともっと精神的に強くならなければいけないって書いて出ればもう忘れないんで、こうやって振り返れるように、まあ、バッターの特徴とかを書いたりしてますね。誰よりも多く投げ続けてきた裏にはこのような地道な努力があったんです。田村投手にとっての最後の1年、プロかそれとも引退か、野球人生をかけたシーズンが始まります。結果で、示してほしいなと思います。もう結果しかないんでね、彼の前はね。自分が思っているように投げれてきているんで、もう少し自分の中で楽しみかなっていう感じです。もう状態をどんどん上げていって、選手登録してもらって、そして選手登録してからは NPB に行けるように、そして独立リーグ日本一を目指して頑張りたいと思います。